どうも、チャックバスです。今私は、ニューヨークのセントラルパークのねらへんに、ニューヨークのセントラルパークらへんにいます。こんな感じで、で今からですね、ちょっと角度があんまり良くないんで見えるかどうかわかんないんですが、セックスハウスっていう JW マリオットホテルに向かっております。本日はあそこにね、宿泊させていただくべく歩いているわけですけども、今日7月4日なんですけども、むちゃくちゃ暑いですね。ニューヨークもう完全に夏になってますね。四季は日本とあんまり変わらない感じなんで、湿度もまあまあありますんで、普通にむちゃくちゃ暑いです。でチェックインはね、一応3時か4時なんですけども、もし入れそうだったらね、チェックインさせてもらって、ちょっと無理そうだったらちょっと荷物だけ預けてね、ちょっと周辺を散策しようかなっていう感じです。それでは行きまーす。はい、ホテルの前に着きました。見えますかね、 JW マリオットセックスハウスニューヨークですね。いやこんないいホテルに泊まらせてもらう機会が思ってませんでした。1泊ね、500ドルぐらいします。今回ね、現金で押さえさせていただきましたけども、私は、マリオットホテルでプラチナエリートですので、まあ、どういう特典があるか利用できるかちょっと分かんないんですけども、まあ、ここニューヨークですからね、あんまり期待せずにチェックインしていきたいと思います。いやめちゃくちゃかっこいいですね。はい、行きまーす。いやすげえ。いや入り口からすごいですね。ちょっとこれは驚くぐらいの高級感があります。すごいですね。記念で一周してみました。それではチェックインしていきたいと思います。はい、ヨーカー以来、ヨーカー以来、So both the keys work in the room, but the gold one gets you in the executive lounge. Our executive lounge is down the middle corridor, left on the second chandelier on this floor. This floor.You also have a $35 food and beverage credit. You also have a $30 laundry credit. You also have Central Park Zoo tickets. Central Park Zoo tickets? Tickets, you can get that at the concierge. You also have cycling class tickets. Yep. And instead of the internet, you're getting 1,000 more bonus points. An additional bonus points. Bonus points. Okay.You'll be on the 28th floor. This will be your room number. Thank you. And you have someone assist with your bags, Mr. Hirai? Need help with the bags? Oh, yeah. Yeah, someone to help? Myself? You need help? Myself, oh, yeah. No, okay. Help. Okay. So your elevators make a right, and then left on the second chandelier where the lounge is, that's also where your elevators are. You go up to the 28th floor. Thank you very much. You're welcome. Enjoy. Good evening.チェックインすることができました。今からね、もうチェックインできるという、部屋の方にね入れるということですので、部屋の方にね行きたいと思います。今回は28階、いろいろね特典がついて、ニューヨークのマリオット系のホテルはディスティネーションフィーっていうなんか追加料金みたいに取られるんですよね。それが飲食代だったりするんですけど、それが今回ね飲食代とプラスサイクリングチケットとかセントラルパークのね動物園のチケットついてるとこなんで、まあ、せっかくなんで行けたらね行
きたいと思います。それにしてもラグジュアリーなホテルですね。Yes, but you're going up? Yes. Okay, have a good day. Number? This one? 2806, straight ahead, right here. Yes. Oh, thank you.1つの階に1部屋ぐらいしかないんですね。今回はこちらです。2806。入りました。これはすごいですね。完全なるセントラルパークビューの、しかもコーナールームですね。いやー、これはありがたいですね。これはすごい、これはすごい。もう一人は多分そっち側、右側にあるんでしょうね。これはすごいです。室内はこんな感じです。多分これはアップグレードされてるんじゃないでしょうかね。あ、でもアップグレードされましたっていう紙は基本的についてなかったので、ちょっと分かんない部分でもありますけども。で、こちらバスルームです。なんだろう、アロマセラピーって書いてある。あと、まあ、アロマセラピーって書いてありますね。こちら、ボディウォッシュ、マウスウォッシュ、コンディショナー、シャンプー、ボトルがあります。これバスソルトっぽいですね。あとこちら石鹸。ですね、あとシャワーキャップとかあります。開いたりしないですね。やはりこんだけの高級ホテルであっても、あ、シャワーブースが独立してる系ですね。で、こっちにちゃんとまたシャンプーとね、石鹸があります。で、シャワーブースが独立してるのは本当にいいですよね。本当にここら辺がべちゃべちゃにならなくていいですね。で、また石鹸があって、今回はね、バスタブと、セントラルパークビューのねリクエストだけさせていただいたんですけども、いや正直部屋自体がこんなに広いと思ってなかったですね。ニューヨークですからね、ここ。で、ここはクローゼットですね。金庫とガン、 JW マリオットの名前入りのガンです。スリッパもありますね。あとは金庫。ここに、あ、冷蔵庫がありますね。冷蔵庫、こちら全部有料の冷蔵庫ですね。取ったらチャージみたいな感じですね。で、こちらにこちらも取ったらチャージのやつですね。で、
電源コードとかもついてるんですね。で以上かなって感じで以上ですね。でじゃあ氷入れるやつですね。で、室内はねこんな感じになっております。残念ながらねコーヒーマシンとかないんですね。私マリオットホテル泊まってきてコーヒーマシンがなかったのは初めてなんですけども、まあラウンジが一応あるということなんでそちらを利用してくれっていうことなのかもしれません。今回ですね、宿泊にあたって、クラブラウンジが使えます。ラウンジアクセスですね利用できます。プラス、ディスティネーションフィン、こちらは、レストランと、ルームサービスでね35ドル分利用できて、ランドリーサービスっていうのも30ドル分利用できます。でもですね聞いたんですよ、シャツを1枚いくらですかって。75ドルって言われましたね。洗濯してクリーニング出すとっていうことは、30ドル分値引きっていう感じで考えた方がいいかもしれないですね。30ドルじゃ済まないですね。で、セントラルパークの2チケット、あとサイクリングクラス、まあ、こちらは多分セントラルパークのねサイクリングの、チケットがね無料で利用できるっていうものと、あとマリオットボンボイのね1000ポイントボーナスがいただきました。でこの今紹介しているこの部屋は一応コーナーセントラルビュールームということで、一応ねセントラルパークビューのアップグレードがいただけたっていう感じとなっております。それでねラウンジに来ました。今ラウンジに入ってきたんですけども、今ね誰もいない貸し切り状態ですね。こんな感じでお菓子が置いてあります。あ、これは今中入ってないですね。お水、あとはコーヒーですね。コーヒーマシン、あと下にはソフトドリンクがあって、中はこんな感じとなってます。まあ、ここは夜の10時まで空いてて、時間帯ごとによってねここもお酒のサーブがあるみたいですね。いや、こんだけのスペースで誰もいないってのはちょっと驚きですね。で、ニューヨークでラウンジがこんだけ利用できるって相当すごいことだと思います。物価むちゃくちゃ高いですからね。
ずっと機内食ばっかりだったので、
んだけやってたら食べれるっていうのはありがたいです。こういうね、紙が渡されまして、で、アルコールは有料です。アルコールは有料、その代わり食事は全部フリーです。ですので、ちょっとアルコール取ってみて聞いたんですけど、こんな感じで、カクテル取ったらカクテル1みたいな、ビール取ったら、ビール1みたいな感じで申告するっていう感じですね。まあでも、まあビール8ドルなんで、まあ特に別にべらぼうに高いっていうわけでもないんで、まあ、この涼しいホテルの中でお酒がまあまあな値段で飲めると思えばいいんじゃないでしょうか。さすがニューヨークですね。なかなか無料でお酒は飲ませていただけない、予想通りです。まあ多分今回の滞在で4個ぐらいのホテルもあるんですけど、多分どこも無料でお酒を出してくれるとかはないんじゃないかなと思います。野菜はとても美味しいんで。朝食をね、食べにラウンジの方に行きたいと思います。朝のセントラルパークはこんな感じです。ちょっとね、今日は曇りだ感じですね。昨日はすごい天気が良かったんで、ちょっと今日は曇りがちな一日になりそうです。朝食です。食べ物をね、だいぶ充実していますね。ちょっとね、睡眠時間短くてあんまり食がないんで、軽くいただきたいと思います。食事はかなり充実しています。あんまり食がないんで、軽くいただきたいと思います。
コーヒーを、ね、持ち出せるようにあのカップでね提供してくれるかな、で取る感じなんですけど、ちょっとね持ち出すこともできます。ということはあれなんですね、このホテルは客室にコーヒーマシンないんで、一般会員の方、ゴールド会員の方はコーヒー飲めないってことですね、客室で。コーヒーマシンゼロなんで、私マリオットホテル結構泊まってきましたけど、コーヒーマシンが部屋にないのは初めてですね。朝食会場もね、今7時半ぐらいなんですけど、全然混んでなくて快適です。さて今ホテルの前にいるんですけども、後ろがねホテルで、目の前がねセントラルパークになっていまして、ホテルのね目の前にセントラルパークがあるということで、こちらに宿泊すると朝ねセントラルパークを散歩するなんてこともできます。でちょっと今映ってるかどうかわかんないですけども、セントラルパークはね朝ジョギングしてる人が非常に多いですね。今さっき結構集団で通ったりもしてるんで、まあね、こちら宿泊された際にはぜひ朝のセントラルパークジョギングみたいな楽しみ方もできます。こちら朝のセントラルパークの様子です。ちょっと私はこれから観光に行きたいと思います。その JW マリオットにはですね、3階にフィットネスジムがあります。一応ね中一周ぐるっとしてみたいと思います。
それではね、今午後の、3時半ぐらいなんですけども、そろそろね、スーツケースにね荷物戻して、チェックアウトしたいと思います。いやー、こちら、スタンダードルームから、セントラルパークビューの方にねアップグレードいただきましたけれども、それでもねだいぶ広い部屋だったんでいいですね。まあ、このホテルでも5万円なんでちょっと高いですよね。でもこのホテルですね、ちょっと残念なとこ1点だけあって、すごい冷房効いてるんですよ。この今の客室も冷房切ってるんですけど、それでも寒いんですよね。今普通本来だったら冷房切ったら暑くなるんじゃないですか。多分自動の換気扇がね切れないみたいで、ちょっとね寒いです。夜もすごい寒かったんで、真夏なのにロンティーとか着てね寝る羽目になりました。そこでちょっとね改善していきたいなっていう感じですかね。まあ、それ以外は特になかったですかね。ちょっと、駅から離れている、まあ、そんな離れてるわけじゃないんですけど、まあ2、3分、4、5分ぐらいかななんですけども、ちょっとねセントラルパークが目の前にあるということもあって、ちょっとね地下鉄の駅までがねちょっと時間かかるところ、ちょっとそれもね残念な点かなと思います。それではねチェックアウトねしていきたいと思います。それではねチェックアウトいたしました。今回はね JW マリオットセントラルパーク宿泊してみましたという動画でした。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 Yeah.